ビブラス・ナトホは、イスラエル・クファル・カマ出身のサッカー選手。オリンピアコス FC 所属。イスラエル代表。ポジションはミッドフィールダー。ハポエル・テルアビブ・ナトホは、ベン・サハルと共にハポエル・テルアビブ FC の下部組織に入団し、様々な世代別を経て2006から07シーズンに昇格を果たした。2006年11月18日の末赤日、 ネタニア F シーンに途中出場でリーグ初出場を飾り、同シーズンにステートカップを獲得した。NK 白キブリーエグとの UEFA カップ2007から08予選2回戦、第2戦でプロ初得点を記録。2007から08シーズン中にエリグットマン、監督就任以降は、主力の一人となり、2008年2月9日の末っか ペタクチクバ FC 戦でリーグ初得点を記録した。UEFA ヨーロッパリーグ2009から10のグループリーグで活躍を見せ首位突破に貢献したが、ロシアプレミアリーグの強豪 FC ルビン火山との決勝トーナメントラウンド32第1戦に敗れ、第2戦で追いつくことができず、欧州カップ戦を敗退した。ルビン火山2010年3月8日。 UEFA ヨーロッパリーグ敗退してからほどなくして、直接敗退の原因となった相手クラブのルビン火山と4年契約を締結。遺跡金は65万ユーロ。2012から13シーズンの活躍から、ロシアプレミアリーグのトップ選手の一人として見られている。パッチテッサロニキ2014年1月29日、自由契約で、ギリシャスーパーリーグのパッチテッサロニキに加入した。 ナトホは、ベラムカヤルと共に、様々な世代別代表でプレイし、U-19 では首相を務めた。2009年8月12日に、北アイルランドとの親善試合で同僚のアビハンヤディンと共に、A 代表に初招集を受けるも、出番は訪れなかった。2010年3月3日にルーマニアとの親善試合で、元同僚のギル・ベルムートに代わり初出場を飾った。 2012年9月7日のアゼルバイジャン戦で初得点を記録した。チェルケス人である。重視に著名で有望なバスケットボール選手の2入り、ナトホがいるが、2004年に交通事故で亡くなっている。また、元サッカー選手で、サッカー指導者にして、サッカークラブ経営者のアダムナトホをおじに持ち、アダムの息子はミールもサッカー選手。ありがとうございます。